久村駅は、広島県広島市朝木田区落合2丁目にある、西日本旅客鉄道芸備線の駅である。駅番号は、JRP05。旧駅舎と建設中の、現駅舎広島方面に向かって、左側に短式ホーム一面一線を有する地上駅。プレハブでトタン屋根の駅舎を持つ。大田川の堤防がすぐそばにあるため、 道から階段を数段登った高い位置に置かれている。かつては駅前のスーパーマーケットで乗車券の発売を行う簡易委託駅だった。その後、自動券売機による乗車券の販売に変更され、無人駅となった。管理は広島駅が行っている。愛子お及び相互利用可能 IC カードが利用可能。 JR の特定特市内制度での広島市内の駅である。以下の情報は、広島市統計省及び広島市西洋欄に基づいたデータである。以上の1日平均乗車人員は、乗車数と降車数が同じであると仮定し、年度埋葬数を365で割った後で、さらに2で割った値を、小数点第2位で四捨五入、小数点1位の値にしたものである。 当駅周辺のゲ備ビ線は、もともとは、大田川から、若干離れた場所を走っており、ホーム、駅舎も大田川川にあった。当時のゲ備ビ線の大田川川には、田畑や民家もあったが、後に踏切解消と合わせた、区画整理が行われ、当駅とその周辺の線路は、現在の堤防沿いに移設された。2008年、毎日どこからか一匹の猫が現れて、 改札機の上で寝いるようになり、久村駅の顔になっていることが報道された。その後、猫は2匹いることが判明している。もともと、久村駅近くに住むお年寄りが、久村駅で餌付けをしている猫が2匹おり、その猫が順番に改札機の上で寝るようになったものである。現在猫は毎日は来なくなったが、たまに駅の待合室にいる。駅のすぐそばの堤防を上がると、 左側徒歩5分くらいのところに高瀬関を望むことができる。大田川を挟んで、京弁鉄道停留場設置、官報1916年4月20日、運輸省告示第143号、官報1948年5月7日、戸坂など7駅を無人化、中国新聞昭和46年10月23日、広島版8面ウェブ版、産経ニュース、 ありがとうございます。